連れ行進したのがこちらの小道。テリーロードと名付けられ、今も風情ある面影を残しています。下田の町の人は、うん、初めてこう間近でこう外国人を見たわけだよ、うん、ね、今の国昔は霊砲を鳴らしたらもう攻撃されたと思ったわけだけど、国際法だとあれは礼儀で、あ、ほら、大砲が、あ、ほんとだ、1829年生です。ほら、え、じゃあ本物？本物でしょ、だってレビーが持ってきた大砲をここにもらったのかな。わからないです、わからないです。詳しくはナレーションでヒートさんお願いします。はいはい、米軍から寄贈された本物ですが、ベリーが使ったものかは不明です。懐かしいものは他にもいっぱい。山田かつぶし店、かつぶし店いいじゃないですか。今最近かつぶし店って見なくないですか。あ、本当に削り、本当だ、削り出してるんだ。本当だ、ちょっと行ってみましょう。行きますか。昔削ってたもん私。ボンボン、いやー、すごい、いい香りよ、かつぶし。量り入りをしてるんですか。すごい、創業から70年のこの店では全国からかつお節を厳選、削りたてをそのまま量り売りしています。削りたてのかつぶし食べてみます。本当ですか、嬉しい、食べてみて、うん、綺麗、見て見て見て、ほら、こんなよ、うん、やっぱり美味しいですね。香りがやっぱり違うね、日本の食文化の元気、下田勉強だよ。さらに下田の散策を続けていると、あ、なんか漁具だって、なんか中すごい可愛い、あ、なんか可愛い、ちょっとちょっと、漁師さんもよく来るという釣り具店で見つけたのは何やらカラフルな履物。可愛い、これ、ちょっと何これ、可愛いサンダルと可愛い店員さんが、魚さんですね。魚さんですか。漁師のサンダルで、うん、で訳して魚さん。魚さん、はい。漁師のサンダル。ビーチサンダルとどう違うの？船とかでも、ね。あ、本当だ。見て見て。ここが。もう下り坂入ってんだ。可愛い。漁師さんが昔から履いていたサンダルにカラフルな色をつけ、数年前から販売を始めた魚さん。それが若い女性を中心に大ヒット。人気のお土産となっています。あ、かわいい、それピンクもかわいい、ピンクかわいいよ、夏だったね、白もかわいい、白もかわいい、ね、ちょっと蛍光色もいいですね。その時間3分になりました、わかりました、わかりました。なべさん、そっちのけと、私リアルがいい、リアルがいい、リアルがいい、知らなかった、全然こんなの、楽しい、下田の街歩き、もう行くよ。あ、分かりました。車はさらに南下。